大大島きの大島のが押しますさあ今日は今度いいよいよ最終回そうです、えー、日曜劇場「ビバンでございますけれどもねこんなコーナーで紹介しなくても見てるよという方は見てるし見てないよという方はもう逆に意地でも見ないよみたいな状態になってる気もするんですけどでもまあ大ヒットしてますしまあおそらくこれ僕の見立てでもそうですしまあネットニュースのリーク情報とかも含めてまあ続編みたいなものは確実に作られるだろうということに なってきてます風潮的に、えー、で僕もこれだけのオリジナルコンテンツを作っておいてこれ終わりにするってことは絶対ないと思うんですよねやめる理由がないんですよやめることによって得する人が誰もいないんですよ その原作がないオリジナルもので TBS で作れちゃったドラマなので、出版社さんとかにその原作料とかを払う必要とかもないのでうん、うん、あ、なるほど、そういうこと関係してるんですか。めちゃくちゃ得だし、あのロケ地に向けたバスツアーとかファンミーティングとかもすでに発表されてたりとかもして、<え>一大ビジネスになってる TBS から？はい。お<ー>、えー、TBS 中心のもう一大ビジネスになってるんですよ、もうこれは。はあ<ー>。ここで途切れるわけがないんですよ。だからもうスターウォーズとか。 マーベル映画とかみたいな感じでどんどんん広がっていくものになるんですよ多分<ー>でそのぐらいの世界観でこう土地もあの日本も出てくるし東京も出てくるしあの、ま、モンゴルをあのロケ地にしているバルカ共和国というですね、うん、え国が出てくるんですけれどもバルカモンゴルはちょっと行けないなみたいな人でも、うん、島根なら行けるっしょって感じで、うん、その島根も壮大に使われているので島根へのツアーとかが組まれたりとかしてもうね終わるわけがないんですよ。これ<ー>そうですねそう 最終回が今週末と言われているけれども来年とか再来年とかにももう一度こう大きなビッグウェブが絶対に来るはずなので<ー>まあここまでちょっと、ね、乗り遅れちゃったかなっていう方も全然乗り遅れてないでです今からでも全然大丈夫です。 ちょっとエンタメの形が変わるきっかけになるかもしれない、うん、ってことですね。そうですね<の>お金の流れの作り方が大きく変わってくるかもしれないっていうきっかけで,<ー>でなんと TVer でも順次無料配信というのがです、ねうん、最終回に向けてガンオガーン大盤振る舞いで行われるという情報もありますので皆さ<れ>、えー、んとご紹介、はい、無料でチェックしていただきたいと思います、はい、で、えー、全然、ね、知らない方もいると思うので、えー、さらっと説明しますと2013年にあの半沢直樹を。 返しをットさせた、えー、福澤克夫監督という方がですね、うんえー、TBS で演出から今回初めて原作も手掛けられるということで「えー、池井戸潤さんに頼りりががちという日曜劇場の傾向がありましたね、うん、陸王」「下町ロケット」「ルーズベルトゲーム」いろいろありましたけれども、うん、今回は池井戸さんの本がもともと出てないけど池井戸さんみたいな世界観の話なので、うん、このあと何がどうなっていくかってことを誰も知らないんですね。 で放送される前の直前の記者会見で TBS の社長も「ビバンの内容はね僕も一切知らないんですよとか言ってたんですよ。うん、で始まってみるとですね、えー、最初は商社マンの坂井雅人さんが出てきて、うん、ああ半沢みたいな話かと思っていたらこう間違えて誤送金してしまって。 えー、モンゴルの方にある会社にです、ね、100倍のお金を間違えて振り込んでしまったという珍事件から始まり現地に取り戻すために飛ぶというのがもう始まってから10分ぐらいでもうモンゴル編に突入すするんですねうん、うん、でそこでもうテロリストと間違われて警察に追われてとかっていうもう大アクションドラマになっていくんですけれども、えー、もう日曜劇場の今までのイメージっていうのもぶち破りまくってるなっていう話僕前回もコラムでさせてもらったと思うんですけども、うん、それがね9話まで来てもずっと貫かれていてとにかく。 でまず前回僕が言ったあの主人公一人り主義っていうのを脱却をしてるっていう話前回したと思うんですけどマジで主人公誰だかわかんないです未だに<ー>9話まで来てもで最初はその堺雅人さんがやってる商社マンかなと思って見てるんですけど3話で確実に明確に阿部寛さんが演じてる公安刑事が主人公になります。<ー>公安っていうのは、えー、と警視庁 えー、公安部が維持かというです、ね、まあちょっと攻めた捜査もしていいよって認められてるエリート集団なんですけど、うん、が主人公のミステリーものになっていくんですね。は<ぁ>でそっから後半今誰が主人公かっていうと役所広司さんが主人公なんんですよさはテントっていうそのモンゴルみたいな国バルカっていう国でテロリストか慈善活動か どっちかなみたいなことをやってる人です怖いじゃないですかそう怖いんですよでも悪人ではないんですよ多分<ー>でその息子として擁立されているのが第1話の時点では発表されてなかったけど第1話のラストにいきなり出てきてサプライズされた二宮和也さんなんですけどあそうなんですかそうなんですよそこの2人が今主人公みたいになってるんですようん っていうもうもねあの半沢直樹っていう一人の名前でできてた頃の日曜劇場とは全然違いますよねその時点で、うん、そう考えるとだって誰が主人公でもおかしくないネームバリューの人だからそうなんですよそれ,でそれはやっぱね今見てる僕が9話まで見た時点だとこうなのかなっていう全体の流れとかわかりますけど1話ごとに相関図が変わっていっちゃうので、うん、今、皆さんの手元に相関図出してますけど、うん、これねあの公式が作ったものじゃないんですよ。うん これ、うん、1>, あの1話ごとに視聴者のののファンの人が勝手に作ってるものなんですよ、うん、で公式はホームページもう作りようがないぐらい複雑なので、はあ、あのバスの座席表みたいなその<ー>顔写真と名前しか載ってないバスの座席表みたいな、うん、もうすごいフラットな、うん、あの相関図とも言えないぐらいの相関図。 一覧表みたいなものしか公式では出てなくてただこの非公式の相関図も矢印出すぎて何や何だか全然わかんないですよそうなんですよでも一話ごとに見ていくと確実に整理して見ることができるんですよね<ー>主人公誰かわかんない状態がまず一つ目で二つ目は完全悪じゃないいっていうことですね、うん、みんないいしみんな悪いっていう、うん、もうあのまずその丸菱商事っていう堺雅人さんが勤めてる会社が出てくるんですけど、うん、そこはもう全員もうしょうもない。 人たちですもう背景主義お金儲けの保身のためにいる人たちでその次にえ公安というですね阿部、えー、寛さんが務めている警察の組織が出てきて、まあ、それはまあ正義のためにやってるんですけれどもでもなんか隠してるっぽいとうん、うん、でその次にですね自衛隊の秘密組織別班というのが出てきまして、うん、これは政府も存在を否定しているけれども本当に存在したことは確実だとされている自衛隊の秘密組織なんですよ でこれれは本当の世界にもあるると言われているんですよ、えー、なんだけど国会で否定されてるぐらいの本当に隠そうとしてる国がやってる組織なんですけど、えー、自衛隊の、えー、中でもさらに選ばれた人たちがやってる諜報組織っていうのがあるっていう、うん、まあ都市伝説が本当にあって、うん、でそれをやめた人たちが書いた本とかも出版されてるぐらいの実在の組織だとはされてているるんですけどが出てくる、うん、でそれはもう極端な愛国主義者の人たちだからえっ 愛国すぎてちょっと逆におかしくないみたいな。<え>その前も前回も紹介しましたけど、決め台詞が、うん、美しき、我が国を汚す者は何人たりとも許さないっていう。めっちゃ怖い。セリフじゃないですか？<laughs> 怖いけどあんま怖くないんだよね<の>。いや怖いんですよ。怖いのよっていう組織が出てくるその後にテントっていう。 そのテロ組織なのか NPO なのかよく分かんない組織みたいなのが出てくるっていう4つの組織が出てくるんですけど全部もう善なのか悪なのかもうまだ分かんないっていうでも順番はすごく整理されて出てくるのでなんかどこ推しみたいのがでできてくるんですよねいやなんか言ってたーみんなそう見てる人たちは「私公安とかかなん俺別班派」とか「俺公安派」とか僕はテント派なんですけどそのね なんかチームスポーツを見てるみたいな感覚もあっっっったりしますすね頑張てててくれって思うってことですか、うん、そうですねはーはーその組織を魅力的に思うっていういことはーはーでその3つ目のポイントとして最後強調したいのはそれでもやっぱり日曜劇場の匂いはギリギリ残ってるっていう部分で,、うん、で紹介したいと丸菱商事という商社、えー、公安という警察の組織別班という自衛隊の非公式組織テントという、えー、テロ組織のようなものこの4つの中でみんな一枚岩ではなくて。 みんな上司のことちょっと嫌いだったりみんなちょっと裏切ろうとしてたり<ー>みんな同僚をはめようとしてたりっていう組織図が4つの団体の中で全部であるんですよ。<ー>でそれって今まででのの日曜劇場の中で銀行っていうのが4つ分あるみたいな感覚もあってそこはねぎりぎり日曜劇場のテイストも保ってるみたいなところもあったりしてですね非常に面白いですし見始めると止まらないという 恐ろ恐ろ聞きますがダイジェスト版とかってあるんですかありますえっとそうですねこの日曜この間の日曜日に9話までの特番っていうのがありまして最終回直前特番っていうのが2時間でありましてそれ TVer で見れますのでぶっちゃけそれで追いつけます。 すみます <laughs> <laughs>。ちょっとちゃんとした情報ね。期間、はい、にやった番組なんでね。<間>うん追いつけるよっていうてね。はいはい、で今期間限定順次全話無料配信っていうの TVer TBS フリーでやってらっしゃって。うん 9月15日金曜日、今週の金曜日まで1話から6話と最新話の9話が見られる、9月16日の土曜日から17日の日曜日、その最終巻目前まで1話から3話と7話から9話が見られると、うん、あちょっとずれがあるんだで、今週末で一気見金曜日で一気見すればいいってことですね、う期間限定で TVer、TBS フリーで順次、全話無料配信中、うん、UNEXT で全話配信中ということで、うんうん、絶対続きますから。 バビさん、はい、バビさん、はい、ダイジェストで、<laughs> すみません、そうもあるということで、すみませんでちょっとダイジェスト面白かったら本編見るとかね、そねそれもちろありますからね、うん、はい、で今日は日曜劇場美版今週日曜最終回の TBS 系列のテレビドラマでした、はい、大島やすおの大島がおしますでした。